これを、うん、分かりました。これを他のアプリを立ち上げると消える、うん、で今ここから、第2部みたいになってるけどじゃないんだ、うん、あだから途切れてます最初のと今は4分の1の2分の1がさっきので4分の1の2分の2が今からです。あ了解了解。だから今 iTunes を立ち上げようとしたら iTunes に立ち上げた瞬間にこの動画の記録のアプリが止まってしまったっていう、うん、了解。だからまあここから続きね、そうです、第1回目の後半ですね。なのでうん、どうしようかな、まあ、そういう再生されズマーゴとシンバルの、うん、大きなシンバルからちっちゃいシンバルまで10枚以上、それと、うん、それをやってで途中でマーゴを吹くのやめてそのシンバルのソロになって、うん、おシンバルのソロ、はいはい、そうでシンバルソロからの何言ったかな、 G のイダキに持ち替えて、おお同じキーなんだ。でトゥーツだけ行ったんですよ。おートゥーツ、トゥーツってのは高いよ、プーっていう、うん、あの汽笛みたいなことですね。これ見るのは多分ディジュリでやってる人しか見ないんで多分解説いらねえって もしまあそりゃそうだね。じゃあ行きましょう。だから G のイダキで、うんうん、でもうすぐバックプレッシャーが強くてトゥーツが近いやつなんですけど、それをずっとトゥーツだけ行ってて循環で、そうです。だからもうシンバルラッシュの中の G のハイピッチのトゥーツドローン、トゥーツドローン、トゥーツドローンでトゥーツにコールを混ぜたりとか、あーじゃーんやつね、そうそうそう、ジュワーンみたいなやつをやってて、あのあれっす、あの菅沼某ドラマーが言ってたような、うんうん、あれに近いようなものからもう完全にこうなんかいろんな声を混ぜてトゥーツやったり、でそこであのそっからですよ、ななみさんが出てきて、ななみさんにこうなんかこうチリーンとかやってもらって、ああ歌じゃなくて、そうそうそう、多分歌ってたかもしれない、まあなんかチリーンってやってもらって、からも、うん、でチリーンが入ってきたら僕はあの C シャープに持ち替えたわけですよ。めっちゃ低音、そういきなり低音で、その C シャープの、まあ、それは普通のデジュリズなんですけど、うん、でそっからあの持ち替えたらトシさんが C シャープのインディアンフルートで入ってくる。おお。その間ヒデさんともあれですよ、シンバルですよ。あ、シンバル。シンバルがカシャンカシャンとか。シンバルカシャンカシャン。ブラーンとなってる中で、おで、で C シャープのそのディジュとフルートが終わった後に、うんうん、どっちだったかな。D、うん、D のジャルイダキ。細かいですね。そう、うーん、でたまたまそのトシさんが D を2本持ってきてたんですよ、うんうん、その普通のベース、普通の多分ケアンズ系のディジュリドの D と、うんうん、のジャルイダキの D 持ってきて、うん、カイトこれ吹いたらいいじゃん、2人で D でダブル D やろうよみたいな感覚をいきなり決まってそうですか、でやることになって、うんうん、でたまたまあとね、あの浜田さんっていうあのまた女性のディジュリド吹きの人が、うん、お客さんに来てたんですよ。お客さんでたまたま吹きにじゃなくて、そうそう、それで、うん、なんかそのトシさんは何かのために何かあった時のためにスライドディジュ持ってきてて、でじゃあ、うん、3人でやろうかみたいな途中で始まって、で僕が D に持ち替えてやってて、うん、で途中でトシさんがまた D で入ってきて、うん、で途中でその浜田さんという人がスライドの D で入ってきて、うん、で、まあ、シンバルが鳴ったりとか、うん、チリンって、うんうん、そういうのがトータルで15分ぐらいのメディテーションセットみたいな、いいですね。そうで、お客さんが途中でいきなり歌い出しちゃって三角形だ、そう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 、はーとか言い出してっていうことやったもんね。だからそういうその、うん、いろんなディジュリドゥも何本も使ったし、うんうん、で音が被るようなその演出で被せ方もしたし、うん、で同じキーで微妙に違うその揺れる感じもやったし、っていうのを撮っとけばよかったと思って。おお、そうなんだ。それはまあ、いや、そうか、撮ってないんだ。そういうのをまた改めてちょっと形として残すのいいよねと思って。ああ、まあそれはそうですね。うん、だから一番最初の最初っても1年半ぐらい前に、うんうん、あの B から始まって、うん、B に。C をかぶせて、うん、C に C シャープをかぶせてっていう半音ずつ上がっていく曲をやったんですよ。うんうん、なんか聞いたことあるわ。なんかそういうのをもう一回ここでやってみたいなと思ってて、う
まあ、今日あんまり数ないですけど、その DJ リードの数が。あ、今日やってます？うん。だからそういうそのあ、まあ、同じキーになってるところから違うキーになったり、うんうん、まあ、その、まあ、別に単音ぐらい下げれるじゃないですか。ああ、音で音で下げる。そうそうそう、うん、だから。ディジュリドって半音とか下げれるんです。うん、まあ上げるって噂もあるけどね。ああ、そっか。でそういうので、まああの、その違う音の揺らぎを、うんうん、組み合わせた曲を作ったらどうかなと思ってます、今日。おお、まあ、まあやってみましょう、うん、実験なんで、あの、うん、音痴ってことはとりあえずやる。そうそうそう、でやってみて結果を見て、面白いところを拾う、うん、必ず面白いところは多分まずあるから、うんうん、全部面白いかどうか分かんないけど、そうですね、多分どっか面白いとこあるから、それを多分あるなっていう思って拾う、うん、でそれをこうなんか集約するとまた全然違ういいものになったりもするし、うん、なるほど、やってみましょう。ちなみにこれ何持ってきてるんですか、これは。キーは、キー分かりません。僕はあのそうなんですよ、ディジュリドゥはキーが結構細かく言う人は多いんですけど、全くキーはどうでもなくて、うん、あの例えば低い低音なのに吹きやすいやつもあるし、高音なのにまあ吹きにくいのもあったりするから、うん、高音で音が、音程高い割にはふくよかな音が出たり、あなんかね、いろいろなんですよ。その楽器の肉厚にもよるし、その鳴り方、鳴り、はいはい、その個性がすごい特徴的なんで、合いますね。低音でも吹きやすいやつでバンバン早吹きできるやつもあるし、まあ、だからあんまり僕は無頓着なんで。そうなんですよ。だから吹いてみて、だいたいね、管楽器って温まってくると半音ぐらい上ずるんですよ。あ、うんうんうん、だから冷えてるときはなんか低いなとか思って、吹いてくるとどんどん、まあ、楽器が回ってくるんで、うん、ビンビン唇も反応するから、まあ、当然表情も大きく出るようになるし、音程もあのグッと絞ったらグーンって上がってくるんですよ、うん、でその上がり方っていうのが、あのハイプレッシャーで吹きたい人は結構グングン上がっちゃうんで、楽器がそのがっちり硬くて重いやつだとバシッと圧力かけてもあんまフラフラしないんですけど、うん、まあ、例えば紙筒を吹いてると、あの湿気てきたら溶けちゃうじゃないですか、うん、だからあれだとこうなんかね、ブヨブヨしてくるっていうか、音がね、あ圧力をグッとかけた時に楽器がなんか持たないんじゃないかっていう不安があるから、優しく吹いてあげようとか、まあ、紙ですからね、紙だからね。そうそうそう、なんかそういうイメージ的にそんな感じのがあったかなと、うん、今までのとこは。でも あんまりそんなにキーはで、まあ、吹いてみてなんかなったでしょう、うんうんうん、いいか F かですかね、分かんないけど。じゃあそういうわけで来週は、作曲をしていきます。はい、じゃあこんな感じで。はい、また来週。これ竹ですけど。